桜といえば山新産業と言われるほど、桜食材で圧倒的なシェアを誇っているのが山新産業株式会社花びら屋である。山新産業株式会社花びら屋は、桜をはじめとして四季折々の花やハーブ、地産果実を持ち、スイーツ素材の製造販売や生花食品の卸売を行っている会社である。桜についても、食用桜の栽培を自ら手掛けたりしながら広く世界に発信し、桜文化の普及に努めている会社である。また SDGs についても、規格外品の有効活用を進めたり、仕入れ先の農家や福祉団体などと連携し、農と食の架け橋になるよう取り組んでいる会社である。今回工場を案内してくれるのは、社長室兼 IT 担当の上田さん。上田太平と申します。社長室付け のと営業担当をいろいろ兼ねてやらせていただいてます。よろしくお願いします。こちらがですね、弊社の山新産業株式会社のですね、小牧工場になってまして、植栽ですね、桜関連の会社になります。いろんな形の観賞用の桜と栽培用ですね、食べる用の桜っていうものも植えさせていただいてまして、でそれぞれ、時期になればですね、桜が楽しめるような形になっています。それでは工場の中を案内してもらいましょう。開発室と、休憩スペースになります。こちらで弊社の製品ですね、受注と、あとは生産計画を使って。それでは上田さん、事業内容について教えてください。事業概要としましては、桜から始まる四季折々 のスイーツ素材ですね、花や葉っぱ、あとは地産の果実 のスイーツ素材を作っている、原料を作っている会社になります。もともとはですね、寒天の卸問屋で問屋業から始まっている会社になるんですけども、今でいうと問屋の仕事とメーカーの仕事、大体半々ぐらいまでになってきておりまして、メーカーの方ですね、今後もどんどん伸ばしていくような予定になっています。もともとですね、地産地消っていうところもあるのと、SDGs にもう何十年前からですね、取り組んでる会社になりまして、規格外農産物や、農家さんでですね、これは市場に流せないとか売れないけど、品質としては全然食べて美味しいものがたくさんございますので、そういったものを農家さんから買い取ってですね、加工して、百貨店様であったりとか、メーカー様であったりとか、レストランであったりとか、パティシエ社さんで和菓子屋さんであったりとかですね、いろんなところに問屋業のルートを使いながら、また EC サイトも使いながらですね、届けているメーカーになります。それでは工場の中を見せていただきます。こちらがですね、休憩スペースと、社員さんが食事するようなパートさんとかも含めここで食事するような形になっています。お茶とかコーヒーは飲み放題になりますし、毎回ちゃんと検温として、こういったですね、作業の持ち込み禁止も指定して、で、ここなども挙げていただくと、手洗いと消毒と、エアシャワーですね、を挙げて、これが採用時で、こういったのが採用されますよというと、お菓子が毎回食べれる。工場の2階になります。工場の2階では、粉物であったりとか、水を使わないものですね、分けだったりとか、洗脳作業とか、こちら乾燥機になります。生の大葉を洗って、持ってきたものを乾燥機にかけて、乾燥させます。こちら側が、こっちで完成品をダブンとつけて熱殺菌をしてます。この商品については、どのくらいの分数をやっているか、何度で何分やるとかっていうのが企画の中で決まってますので、それを移動してやるような形になります。こちらが、水場で、メインの製造現場になります。作るものによってですね、機械の配置を変えたりとかを毎回してですね、動線よくですね、効率的にできるような形にしています。うちで作れるのがジャムやペースト、あとは、ミンチですね、そういったすりつぶす系のものと、あとは釜で煮るものっていうものが結構得意製品になってますので、そういった形で使っています。で、結構うちの商品の特徴としてはですね、皮ごと
丸ごとですね、すりつぶしてですね製品にすることが多いので、本当に天然のそのままの香りだったりとか味、苦味みたいなのが感じれる商品が多いです。それでは先輩社員の大崎さんにお話を伺います。今年で5年になります。私の仕事としては現場の段取りを組むことで、その中でパートさんに働きやすいように環境を整えて仕事を回していくことが一つで、またニーダーやパスチライザーと呼ばれる大きな釜を使用して原料を加工すること、あとミンチ機を使用して桜の花や果物、四季折々の果物を加工して商品にしていく作業等をしてます。四季を感じるといいますか、少し四季を先取りして、夏のものだったら春に、春のものであったら冬のあたりから、もう春が来るんだなと思いながら、作業することが多いです。桜という商品、商材が、うちの会社独自の、ものであって、採用されたらそれが確実に自分が携わった仕事の商品がこう商品化しているなっていうことが非常に分かりやすくて、でそれを、家族であったりとか、知り合いに、ドヤ顔じゃないですけど、これは自分がちょっと関わってるんだぞっていうことが、言いやすい、説明をしやすいというか、そういう仕事だなというふうに感じます。どうしても重いものを持ったりとかっていうこともありますので、いい意味で言えば鍛えられるんですけど、かなり、そこら辺がこう大変なところだなという感じることはあります。自然のものを使っているので、毎回完全に同じ作業ではないっていうところが難しくて、必ず微調整が必要になってくるので、その微調整をした上で今回は大丈夫かどうかという判断がすごく難しいので、そこを見極めれる、そういうことが必要になってくるかな。の中島さんにも伺いました。他商品を開発したり、お客様の依頼でお客様の特注商品を作ったり、あと自社商品を使ったレシピ提案や試食品の作成もあります。パティシエだったということもあって作るのが大好きなので、結構四六時中お菓子のことを考えてられる、そのものづくりとか食べ物のことをずっと考えてられる仕事なので、それはすごく楽しいなと思います。市場調査っていうので食べに行ったりとか見に行ったりっていうのが仕事でもありますし、その私自身 の、 知識とか経験の幅にもつながっていくので、何してても、ね、こう楽しいなと思いながら仕事をすることができます。山新産業花火屋の社長の平手です。ビジネスも、趣味も、それからもう、ボランティア活動というか、世の中のためになることっていうのも、桜ということで、桜が、今やライフワークになっています。その関わる仕事をすること自体がですね、ある意味社会貢献だなというふうに、思ってますので、もしそういったことに共感していただける方には、ぜひ、一緒に働いてもらって、世の中、それから多くの人々の幸せづくりに、貢献する仕事に携わってもらいたいと思います。